スター、じゃない、ご主人様。ところで喉は渇いていませんか、ご主人様。いつでもお茶をお入れします。で、そうだ、荷物は重くないでございますか。とにかく何でもお申し付けくださいでございます、ご主人様。何をしているのですか。あ、デイジー、テリスカも。こんにちは、レイちゃん。マスターをご主人様と呼ぶなんてどうしちゃったの。あなたのマスターから何か妙な命令でも受けたの。そうです、違うのです。これは私がマスターにお願いしてやらせてもらっているのです。あらあら、どんなものにだってメンテナンスは必要なのです。私とマスターの関係だってそうです。世の中にはきちんと関わりを築いて、これがアファシスとの理想の関係だぜって言い切る人もいるのです。私はいつかマスターにもそう言ってほしいのです。だからこうやっていろいろ試しているのです。理想の関係だぜね。まあ誰が言ったのかはだいたい想像がつくけれど。ですが私たちにメンテナンスなど必要ありません。そうね、私もデイジーちゃんに不満はないわよ。ああ、でもマスターへの不満という点では少し。え？お疲れの時には休むことを優先してください。私は数日放っておかれても全く問題ありません。私のことを気にしすぎてマスターが疲れるなどあってはならないことです。ええ、気をつけるわね。それに私の服はもう十分あります。マスターはご自身の。あら、新しい衣装は嫌いだったかしら。いいえ、とても可愛らしい衣装だと思いましたが。でも。そうなんだそっか、気に入ってくれたのね。二人は仲がいいのですねどう、レイちゃんから見て私たちは理想の関係に見えるかしら。よくわからないのです。前に見た理想の関係とは違うようなのですが。ねえレイちゃん、レイちゃんは理想の関係になるために自分が変わろうとしてるわね。でもマスターを変える手もあるんじゃない。もしかしたら手っ取り早くマスターを乗り換える手もあるかもしれないわよ。他のマスターや例えば私とだったら理想の関係になれると思う。よくわからないのです。でも私はマスターのアファシスなのです。だからマスターに理想と思ってほしいのです。でもレイちゃんは幸せ者ね。そうなのですか。大丈夫、きっともうすぐ答えがわかるわ。だってそれじゃ私たちは行くわね。レイ、お二人ともさようなら。行っちゃいました。マスター、私のやり方は間違っているのでしょうか。わからなくなってきました。